というわけで今日もね、暑い中練習終了しました。今日はね、高校1年生になった、ね、子が練習に舞い戻ってきてくれました。だいぶね、高校入って1ヶ月でね、もう高校の1年生をね、締めたみたいなんで、これから先にね、夏前にね、2年生超えを目指すそうなので、いろいろね、頑張ってください。はい、あとそれからね、3ヶ月限定、3ヶ月無料、3ヶ月で柔道全部教えます。ね、将来ね、自分を振ったね、男たちをね、ぶん投げられるようなね、基礎を作ってもらってるとありがたいです。私を振ったたけしのバカ野郎、こんな感じです。